これは高郡仙台市長が定例会見で発表したものです熊の学校は小熊の兄と妹の日常を描いた絵本シリーズで累計発行部数222万部を超える国の内外で人気の作品です仙台市の子育て世代を応援しようと主人公の熊の女の子ジャッキーが応援団長に就任しました作者の相原博之さんは仙台市出身で被災地の保育所や 被災地の保育所への訪問や絵本の寄贈など支援を続けていましたが、去年60歳で亡くなりました。相原先生の思いをジャッキーが受け継いで、仙台の子育て応援団長として皆さんに笑顔をお届けしていきます。ジャッキーは来年度配布の母子手帳の表紙に起用されるほか、 子供向けの SDGs イベントなどさまざまな取り組みを展開するということです。